ち。指揮官のそばで笑ってる有明。毎朝おはようちゃんって叫んで、一緒にいる時間大切だよ。指揮官今日も頑張って有明がそばにいるからね。姉みたいで時には妹みたいに、私たちは一緒だったら大丈夫だよ。今日も指揮官のそばでお弁当を用意したよ。小さな気持ちがこもったこの手で、あったかいご飯で伝えたいな。指揮官今日も頑張って有明がそばにいるからね。姉みたいで時には妹みたいに、私たちは一緒だから大丈夫だよ。4月夕みたいに姉役って楽しいよね。でもたまには甘えたいかな。指揮官の温かい肩に、毎日忙しい時間の中でもいつも見守ってるこの気持ち、指揮官は気づいているのかな。ちょっとそれが気になるんだ。指揮官今日も頑張って有明がそばにいるからね。姉みたいで時には妹みたいに、私たちは一緒だから大丈夫だよ。小さな悩み小さな心配も有明が全部聞いてあげるよ。いつでも話してくれていいからね。